皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。本日はBレジェンドウェイトダウンソイプロテインですね、ほっこり豆乳ラテ、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。こちらの商品なんですけれども、販売がねすごく大人気で再販してほしいという声が非常に多かったので今回登場となります。非常にね味のね評価もね高かった商品なんで、ちょっとレビューをやっていきたいと思います。こちらのねウェイトダウンはソイプロテインなんですけど、ホエイプロテインに比べて若干パウダーがしっとりとしてますね。コーヒーが入ってるんで非常にいいコーヒーの香りがいたします。シェーカーの方にね水 200ml 貼ってきました。購入するとこちらのね黒スプーンが付属されますんで、このスプーンにねすり切って一杯入れていきましょう。はい、すり切って一杯入れていきます。よいしょ。泡立ちもなくダマもないですね。非常に綺麗に溶けております。あ、非常にねいいコーヒーの香りがいたします。それでは早速いただきます。うまい。ソイプロテインって粉っぽいすごくイメージがあるんですけど、 B レジェンドのウェイトダウンシリーズはソイプロテイン独特のね粉っぽさっていうのも極力ね最初まで抑えられてて、今飲んだ感じではもうほとんどね感じないぐらい美味しい仕上がりになってます。このほっこり豆乳ラテに関して、ソイと豆乳ラテなんでねこう非常に相性がいいんだと思いますね。ソイプロテインだと感じないぐらいラテをうまく再現されてて、かなりね飲みやすい仕上がりになっております。ソイプロテインのいいところって食物繊維とかがね入ってるんで、ホエイプロテインに比べて吸収がゆっくりになるんです。間食のタイミングにねついついお菓子とかねそういったものをねつまんじゃうっていう方もねおられるかと思います。間食のタイミングにこちらのねウェイトダウン取っていただければ、ダイエットの力強いサポートをしてくれると思います。 B レジェンドウェイトダウンにはサポニンが含有されております。このサポニンっていうのにはどういう効果があるかっていうと、腸内環境の改善効果が認められる成分になります。体をね内側からきれいにする効果なんかをね期待できますんでね、ウェイトダウンプロテイン取っていただくことをお勧めいたします。こちらウェイトダウンソイプロテインですね、ほっこり豆乳ラテ風味の栄養成分表示ですね。1食 29g あたりエネルギーがなんと 113.4kcal で、タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 4.7g、 食塩相当量が 0.8g となります。こちら1kg で4100円となります。で1食あたりねだいたい 29g 買うと思いますんで、まあ、単純計算すると34食分ぐらいになります。で1食あたりだいたい120円ぐらいになります。ウェイトダウンほっこり豆乳ラテ風味ですけれども、ホエイプロテインのね独特のねホエイ感、牛乳感が苦手だっていう方であったり、乳糖不耐症でお腹がゴロゴロしちゃうっていう方にもおすすめできる商品ですし、まあ、何よりねダイエットしたいっていうね女性のねこう力強いサポートになる商品になっておりますんで、ぜひお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。